桐生の兄貴、こいつが辰川ですわ。こんな奴と遥かが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、遥かちゃんがよりによって辰川なんかと。あいつが春人の父親なのかよ。なんか俺もう春人のおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあの遥かちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれから春人のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。遥かちゃんはわしらの天使で、確かに春人はその赤ん坊じゃ。じゃけど雄太の言いたいことも分かる気するわ。でしょ。やめえバカタレども。男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃ。何かをそこでも言われますキヨちゃん。あ、俺に来た。お邪魔しますよ、四代目ソメヤ。お踊れ。何しに来よったんじゃ、こんけどぶち殺してるぞ。ナグモくんやめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもうキリュウさんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。キリュウさん。後ろ姿。改めてだけど、はるかちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことはるかの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだねえ、桐生の兄貴、そういや遥ちゃんはどうしてるんすか。なんで春人のそばに遥ちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしら遥ちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ桐生の兄貴。遥ちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故にあった。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え、ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からないらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時遥かがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題は遥かがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った辰川と落ち合うためいうことかの。
そういや達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探しようある。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東条会と中国マフィアが抗争の真っ最中でな、ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ悪いが、またハルトのことを頼めるか。え、私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。分かった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだ。そっちか。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。まずい。うん。たまには男さんに、やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。顔、何者の顔よ。うん、さあじゃあアパートに。うん。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、わかった。なるほど、準備ができたら、うん、ってことですね。うん、もうやることないっけ。いや、ある。何があった？プリンですよ。さあじゃあ、うん、水軍アパート。はいはい。もう準備大丈夫ですもんね。うん、プリンの。そうや、そうやね。キリュウさん。ん？誰？あ、ジョー。ジョーか。なるほど。さっき遠くからキリュウさんを見かけたもんでさ、もしかしてそこの水軍アパートが桐生さんのヤサなの？まあな。ヤサ。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど、桐生さんの方こそ問題ない。ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんでな。そうか、それなら。どうかしたか？いや、桐生さんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあとにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとくよ。それじゃ。何思いついたよ。なんなんでしょうね。うん、でもついでにジャスティスも潰してこれみたいな。そうですね、ついでですね、それは。うん、そうや。なになに、ほら、届いてるんだ。おえ、あ、どうしよう。あー、これ、ここで受け取らなきゃいけなかったんだ。だから使い方だった。だから使い方ですね。そういうことか。
あれね、また今度使わなかったんすね、うん、これせっかく買ったのにいつ使えるの SSR なのに。やばい、分かりにくいこれ。一生気づかんかったかもしれない。本当っすね、うん、危なかったね、めっちゃ。たまたまチラッと見えたでよかったけど、なんか小包みあるね、ねえ、ラッキーと思ったらなんてことない、自分で買ったラッキーでもない、むしろアンラッキー。気づいたから。そう、今日は不徹底ですね、これ。そうやね、もう南雲みたいによし、もうカムロ町に行こう、うん、そうやね。あのクランクリエイター、うん、まあ、もうしばらくやらないでしょうからね。そうだね、はい、そっか。お、早っ、もう来たの。嘘、翌日夜。あ、本当だ、もう本当だね。ほう、あ、スーツや。本当だね。ここがカムロ町、マジで立川のやつこんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るところか、広島出んのも初めてじゃろが、わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。お、お、そうなんですかよ。俺らに恥かかさないと言われちゃった。早速のブーメラ。早いブーメラだったなら、タツカを探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。あ、なるほど。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカブロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。一人だけ激しがりました。自分を慰めようとした。そうだね。現実をちょっと。そうだね、はい。キスアルプス、うん、キスアルプスは、うん、もう矢印なくても行けますよね。あ、マジで何回か行ったことあったっけ。極みから変わってないんで。あ、そう、はい、足から同じ場所ですね。なるほど。ちゃんととんかつ弁当も買わないからね。とんかつ弁当ね。あ、その前にパコルス買ってこうじゃん。そうか、忘れてるからね。そうか、そうか。ドラッツすげえ。バシバシ。さすがに腹巻き姿じゃないだね。腹巻き、あ、ナゴモのあのファッションすげえ好きやったんやけどな。おしゃれ。東京バージョンね。え、めっちゃ追っかけられとる。だいぶダッシュ強かったね。うん、あ、バテた、やっとバテた、うん、あ、来る。そして結構来る。あ、めっちゃ来るやん。どんだけ目つけられる。あ、ニューズ、こっち来い、こっち。あ、そっか、入れんよね、このまま。あー、そっか、なんかレンジでチンしたり、ね、店の中を巻き込んでできたりするらしいや。しゃあ、来い、こっちまで来い。はい、あれ、あれ向こうで殴ることやりやってる。あ、そういうことか。あ、めっちゃオートでオートバトル。捕まっとる。しかも結構食らってる。うわやべえ、あー、日本語。お、おお、おお、そのままバックドロップ。しかも結構ゆっくりと。ほんとっすね、うん、時間食っちまった。いや、時間食うのはいいけど、ちょっとレンジでチンさせてほしい。見てみたいね。あ、来るじゃない、なんかどっかから。とりあえずその前にベッドでカップカンと。そうだね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、中国の人なのかな。ほら、あった、とんかつ弁当。あ、ほんとや、普通のとんかつ。めっちゃ食うやん。まあ、さっきお金いっぱいね、手に入ったしね。そうですね、うん、あ、安いですね、でも。ありがとうございました。うん、え、タウナーとかも買っとこう。いらっしゃいます。高いな、やっぱこれが、あの、ヒートアクションたまるやつだから。あー、なるほどね。これありがとうございました。来ないのかな。
ちょっと誘いに行きましょうか。せっかくで見たいもんね。ねえ、どんな感じになるのかなっていう。濃いよ。濃いよ。渡部篤郎やぞ。濃いよ。敵、欲しい時にいないんだな。いや、います、います。いる？来い、来い、こっちは。やるんだ。温めよろしく。うわあ、あったっすよ。ねえ、すげえ。コメント欄で見たんすよ、なんか。あ、そうなんや。レンジでチンします。すごいな、細かいな、芸が。しゃあ。しゃあ。店員さんもやるんやね、ちゃんと。ねえ。怯えながらやっとったね。そうですね。うん。わあ、店の中はもう大破しとってくるのじゃないですか。おう、なんてこと。あ、もう怒ってる。もう来ないでよ。そうね、それは怒りますよ。先に買っといてよかったっすね。そうだね、ほんとよかったね。わあ、敵多いな。敵多いですね。めっちゃ大変だから。わざと入った。そら怒るわ。さぞ悔しいでしょう。追いつけない。あ、そうか、アルプスを探したよね、今。そうです、あの、キスアルプスは、うん、あの、先行体験版でも、うん、いたところですね。あ、そうなんや。はい、あ、ここここだって、あの、何でしたっけ、リュウゴとゼロで、うん、あの、ゼロでもなんか言いましたよ。あ、そう、着いたぞ。あれ、何でしたっけ、あの名前、あいつ、成金に、成金というか、あの、まあいいや、やめとこう。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか。この調子で言ったら3日でおけらじゃ。どんだけ持ってきてない。頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれ、この兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません。ん、すぐお返ししますんで。何をする気だ。ねえ。おう、ユウタ、何しようなら。バカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。ああ、これでありましたよ。達川の近況ネットに上がってました。この達川のページ、田頭に教えてもらったんですよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの下道が、遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥さんはなんで小川の男と。これはいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのはカムロ町の店かの。さあ、そこまでは分かりませんけど。どうすかね、キリュウの兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町じゃ3年も経てば店も随分入れ替わる。なんだろ、言うて。全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。